それでは定例会見を始めさせていただきます。本日、まん延防止等重点措置の適用、並びに県営ワクチン接種センターの増強を含む補正予算について、えー、県議会において圧倒的多数の賛成で議決をしていただきました。唯一反対された会派の二人についても、今申し上げた2点については賛成で、えー、賛,成賛成だということで、まあ、若者のワクチン接種促進のためのインセンティブに 異論があるとこの一点で反対されたということですので、これは誤解のないようにあの申し上げておきたいと思います。あの、このインセンティブについて言うと、町内もでもさまざまな議論を重ねてまいりましたが、少しでも早く実施するという観,観点から、今回の提案に至ったということです。いずれにいたしましても、議会の皆様には知事として、心から感謝を申し上げたいと思います。えー、当初予算、9月補正予算に関しては、 当初予算と、それから9月補正予算に関しては、今まで通り議会に上程する前に記者会見で発表させていただきたいと思います。これはもうあの大沢知事の時代も、小寺知事の時代もずっとそうですし、えー、まああの特に当初予算と9月補正予算の前にはですね、最大開発を含めた皆さんのいろんな要望も受け、十、え、二、ー、分に調整をしながら出しておりますので、これは従来通りの形でいきたいと思いますが、今回のような臨時的な予算についてはですね、 えーまあ、あのできる限り議会での議論、議決をいただいた上で、こうして記者会見で、えー、発表させていただく形を取りたいというふうに考えています。えなお、お昨日のうの日記者会見で発表したえまん延防止等重点措置に関しては、あ昨日の夕方あ、皆さんにも報告しましたが、国の対策本部が開催されて、まあ、正式に本件への,の適用が決定となったということです。 実際の運用開始は昨日申し上げたとおり8日の日曜日からということになります。昨日申し上げましたが、県民の皆様には多大なご不便をかけていますが、引き続きご協力をお願いしたいと思います。それでは定例会見に入らせていただきます。スライドをご覧ください。これが本日の会見の主な中身になります。本日は新型コロナウイルスの直近の感染状況、県内のワクチン接種の状況、県ワクチン接種センターについて発表させていただきたいと思います。 まずは直近の感染状況についてご報告をいたします。スライドをご覧ください。新規感染者数の推移です。本日の新規感染者数はまだ暫定ですけれども、まあ、120人程度になる見込みです。え昨日の158人よりは少ないですが、まあ、先週の金曜日の106人と比べると増えているということが言えると思います。え昨日までの直近1週間の新規感染者数は895人ということになりました。 先週の33。4人からさらに増加しまあ、1週間のか感染者数としては過去最多です。えー、次のスライドをご覧ください。感染状況の客観的な数値です。過去1の1日あたりの新規感染者数については、過去最大の127.9人に達していますえー、1週間平均で、これはもうあの100人を大きく超えているということです。これも何度も毎週この会見でですね。皆さんに報告をしてきましたが。 これ、この数字を見てもですね、これまで経験したことのない、非常に危険な感染レベルだということを分かっていただけると思います。群馬県では危機的な状況が続いていると言っていいと思います。各国の経路不明の感染者ですが、これは48.9%ということになっています。まあ、先週より割合としては下がっていますけども、感染者の増加に伴って、経路不明の方々の実数はですね、先週と比べると倍以上に増えているという事実があります。 過去3、検査の陽性率ですが、これは13.8%ということで、これ全開値から比べるとですね、2倍以上になってまして、この基準の7%をこれも超えています。続いて新規感染者の状況についてご報告をしたいと思います。まずですね、感染者のワクチン接種状況に関してご報告いたします。昨日までの1週間の新規感染者895人のワクチン接種状況について、 調査をいたしました。1回接種のみの方が66人、そして2回接種の方が37人ということでした。感染者の約9割弱に当たる792人がワクチン未接種ということで、先週とその傾向は変わっていないと思います。感染の中心はワクチン未接種の方々です。えー、すなわちワクチン接種を早期に完了させることが非常に大事だということを改めて教授をさせていただきたいと思います。次のスライドをご覧ください。 新規感染者の年代別の状況です。引き続き20代から30代の方の割合が最も多い。もう半あの約5割を占めているということが分かっていただければと思います。次のスライドをご覧ください。感染経路別の感染者の状況をまとめたものです。保育施設のクラスター発生による起因するところが多いんですけれども、 学校等での感染が増えてきているということを分かっていただけるというふうに思います。夏休み中なので、校内での感染拡大は、これは考えにくいということなので、部活動での感染予防にさらなる注意が必要だと、このデータを見ながら感じています。次のスライドをご覧ください。医療提供体制についてのスライドです。上の2段にあるとおり、人工呼吸器を使用している方、まあ 2人から4人に増えました。ここ,こに3人、あの2人とか3人だったんですけど、ちょっと今4人ということになっています。エクモを使用している方は今のところおりません。スライド中断の病床の稼働率ですが、これがですね、57.0%ということで、先週に比べてですね、倍以上に跳ね上がっていると。まあ、こういうこと今まで一度もありませんでした。いかにこの感染、えー 急増のペースが、まあ、桁外れのものかということを分かっていただけるというふうに思います。えついに国のステージ4の水準である、この50%を超えてしまいました。で、3日の火曜日の会見で、え来週後半に80%に達する可能性というものを指摘いたしましたが、まあ、ピークが今のところ見えませんので、まあ、場合によっては、さらに早い段階で病床がひっ迫する危険性もあるというふうに、大変危惧しています。 スライドの一番下、宿泊療養者数については270人ということで、これも全会値から比べて倍以上になっています。続いて、保健所ごとの感染者数についてもご説明します。保健所別の感染状況、ご覧ください。えまあ、ほとんどの地域も全部、これも皆さん、全部ほとんど赤になっているということで、え感染の拡大が全県に広がっていることが分かります。現在の感染の深刻さというものが、もうこの真っ赤なこの図を見ただけで分かっていただけると思います。 続いて県内の変異株の状況です剣のスライドをご覧ください変異株の感染状況ですスライドはま8月1日までのですね、えー、変異株の感染状況を週単位でまとめたものですが折れ線グラフがデルタ株のおーまあ、検出割合棒グラフが全陽性者を示しています4月下旬からデルタ株のー検出割合が もう急上昇していると。これをこう見ていただけ急上昇しているということで、もう先週分ではもう8割を超えているということを分かっていただけると思います。でこの割合の急上昇とともに、こうして、えー、陽性者がですね、もうまさに、もうあの本当にもう4倍近くに上がっているということが、えー、見て取れます。感染力の強いデルタ株への置き換わりがもう急速に進んでいるという事実を、まあ、この表が示していると思います。現在、 えまあ今まで経験したことのないレベルと何度も申し上げましたがあのこれまでにない早、えー、いペースで感染拡大が進んでいるこの大きな要因はやはりこの感染力の強いデルタ株によるものだというふうに分析しています以上が直近の感染状況ですえー、先ほども申し上げましたがまあ、ワクチン接種が順調に進んでいるってうこともあると思いますが高齢者の方々への感染は減少しています他方で若い方の感染が増えているということです 全国的にもですね、これはもういかに若い方々の感染を防ぐかということが、感染防止対策の大きなポイントになっていることが、改めて、えー、あの、こうした説明でわかると思います。多くの方々は正しい認識を持っていると思いますが、まあ、特に若い世代の方々の中にはですね、たとえ感染しても軽症で済むから大丈夫だと、こうした誤った認識を持っている方々がいると、コロナを甘く見ている方々がいらっしゃいます。 このため、改めてコロナに対する正確な情報の発信が重要だと考えています。昨日の臨時会見でも申し上げましたが、デルタ株が蔓延している状況においては、ワクチン未接種の人たちがワあのウイルスに狙い撃ちをされると、このワクチン未接種の人たちの,そのリスクというものが、今まで以上に跳ね上がっているということをです、ね、ぜひ若い世代の皆さんにもです、ね、ご理解をいただきたいと思っています次ののススラライイドドをご覧ください入院患者年代別のスライドです。 スライドは5月の、えー、第4波とですね、えー、現在の第5波の感染者を比べていますが、入院された方々の年代を比較しています。この通りも、パトを見て分かっていただく通り、第4波に比べてですね、第5波ではですね、20代から30代の方々のお入院患者の割合がですね、22%からもう倍になってるんですね。40倍以上ですね。あの 46%になっていると。ここをしっかりとですね、ご理解をいただければと思います。つまりデルタ株の影響によって、若い方々でも入院が必要なケースが増えていると。まあ、こういうことをですね、えー、ぜひ認識をいただきたいと思っています。え加えて、えー、20代、30代の若者の方々でも、はじめは軽症と判断された人たちでもですね、その後症状をよく見ると、まあ、中等症が疑われると。そういうことで入院する方が約4割いるということも、 申し上げておきたいいと思いますこの中等症に関しては、実は多くの方々が想像している症状よりですね、実際の症状は重いということに注意が必要だと思っています。次のスライドをご覧ください。重症度分類に関するスライドです。このスライドはですね、アメリカ在住の内科医である安川医師が作成したものです。今、の SN 上でも話題となっておりますので、 もうご存知の記者の方も多いと思います。一般の人が抱くイメージと医師が持つイメージが大きくかけ離れていると、このことを分かりやすく表,あの表しているええおりますので、まあ、これを今回ご紹介させていただきたいと思います。安川医師によると、重症者や死者の人数は、まあ、毎日のように報道されていますけれども、中等症は数字として見えづらいということで、一般の方々に正しく理解されていないと。 考えられると。まあ、安川医師はこういうふうにおっしゃっています。中等症というとですね、多くの人たちが、まあ、息苦しさは出そうだけど、まあ、大して重い症状じゃないんじゃないかとか、こうしたイメージをお持ちだと思います。しかし、実際にはですね、肺炎が広がっている、多くの人にとって人生で一番苦しいと、こういう感じる、えー、こうしたことを感じるレベルの状態を示しているということなんですね。ここです。 新型コロナウイルス感染症の重症度の分類においても、中等症2は,これは呼吸不全があって、臨床的には酸素投与が必要だというレベルです。中等症の1の方は、呼吸不全はありませんが、臨床的には呼吸困難、肺炎の所見,見ありということになっております。さらに重症となると、ここですね、もう ICU に入院する。 または人工呼吸器が必要となる状態のことで、助からないかもしれないと、こういう深刻な状況に達しているということをご理解いただきたいと思います。若い方でも入院するケースが増えていること、また若い方々のうち、入院する方の4割が中等症、先ほど説明した中等症を疑われること、さらには中等症は人生で一番苦しいと今まで、えー、こう感じるレベルの症状であることを、 改めてご認識をいただきたいと思っています。また、若い方々の感染の増加に伴い、妊婦の人たちの感染、妊婦の方々の感染も増えてきています。妊婦の方は入院が必要なのはもちろん、まあ、中には重症化する例もあるということは申し上げておきたいと思います。ぜひですね、県民の皆さん、特にこの、まあ、会見を見ていらっしゃる、あるいは何らかの形でこの会見の中身をですね、見る機会のある 若い世代の方々あの皆さんに申し上げたいと思いますが、コロナを甘く見ないでください。今まで以上に十分な感染防止対策を徹底してください、えー。そして何度も申し上げていますが、積極的なワクチン接種の検討を早めにお願いしたいと思います。さらに、妊婦の方あ、妊婦の方はご自身で、また周りの方もですね、妊婦の、周りの方も、まああ 妊婦の方、あるいは赤ちゃんを守るために、より一層感染対策を徹底していただきたいと思っています。続いては夏休み期間中の人流に関する分析結果をご報告します。次のスライドをご覧ください。夏休み期間中のこの人流分析に関するスライドです。今回も携帯電話の位置情報を用いて分析を行いました。調査地点は本県の玄関口である JR 高崎駅と主要観光スポットである草津温泉周辺、伊保温泉周辺の計3カ所です。 スライド掲載の表は、4月31日、えー、土曜日、8月1日日曜日の2日間について、1日あたりの平均人口を感染拡大前、4月17日の土曜日、18日の日曜日の2日間と比較したものになっています。ご覧の通り、いずれの地点もですね、えー、見てください。この、感染拡大前に比べて人流が増えているということを分かっていただけると思います。 特に県内、県外の内訳を見ると、県内居住者の方々の人流が増えていると、こういう状況です。ここですね。県内、県外。ここです。現在の感染拡大の波は、感染力の強いデルタ株の影響というのはもちろんです。この間の、昨日の会見でもそう申し上げたんですけども、加えてですね、夏休みに入って人流が増加しているということも影響していると私たちは分析しています。これから思後を迎えるわけですが、 さらに人流が増加して感染拡大が進む。まあ、こういう危惧をですね、感じています。明後日の8日、日曜日からまん延防止等重点措置の適用が始まります。県民の皆様には何度も申し上げますが、さらなるご負担をかけることになりますが、あまあ、地として大変申し訳なく思っておりますけれども、この第5波を一日でも早く修正す収束させるためにも、引き続き不要不急の外出自粛、さらには 特にこれをお願いしておきたいと思いますが、県境をまたぐ往来自粛、このことにご理解、ご協力を重ねてお願いしたいと思います。続いて、県内のワクチン接種の状況をご報告いたします。スライドをご覧ください。県全体のワクチン接種率です。昨日時点で県民全体に占める1回目の接種は48.78%、全国平均の41.98%を上回っています。全国順位は毎週順位を上げていて、現在8位。 これはもう首都圏では一番高い。ちょっと、この7位っかもしれませんけど、ちょっと7位と8位ってのは近づいてますから、これはもう動きやすいということですけども、あの、これはもう首都圏では一番高い接種率で、今日も最新の数字を確認したんですけど、平均すると、おまあ、首都圏のお、にある都道府県と比べると、10ポイント近く群馬県が高いという結果になっています。これは、どこかで必ず意味を持ってくるという風うに私は考えています。まもなく県の全人口の5割が、 ワクチン接種を終える見込みとなっています。え2回目の接種率に関しては、まあ、33.92%ということで、えー、まあ全国平均の3 1 7トはあ上回っています。全国順位26位ということなんですけども、これでも関東では一番高い接種率です。まあ、2回目は何度も言いますが、あまり心配していません。1回目が増えればそのまま増えていきますので、えー、これでも関東では一番高いということを強調しておきたいと思います。 続いて、県営ワクチン接種センターの稼働状況です。スライドをご覧ください。県営のワクチン接種センターの稼働状況を示したスライドです。昨日5日木曜日までの接種人数の累計は、県央ワクチン接種センターの方が21万2105人、東武ワクチン接種センターが6万520人、両センター合わせて 27万2625人ということになりました。直近週間の1日あたりの接種人数は、県応が約7300人、同盟が約1100人、両センター合わせて8481人ということになります。なお、職域接種に県応センターをご活用いただく、この群馬モデル、ここの会見でもご説明しましたが、この接種実績はですね、1万7841人と、 ということになっています。この群馬モデルの方が1万7841人です。両センターを合わせた稼働率は93.5%ということでえ、順調に稼働しているものと捉えています。あの、他の都道府県の大規模接種センターのデータも調べていましたけどもえ、おそらく群馬県のこの2つの接種センターが最も効率よく動いているということは、県民の皆様にお伝えしておきたいと思います。え続いて、本日の臨時県議会でご議決いただいた中身についても、これはもう改めて 詳細を説明させていただきたいと思います。まず、経営ワクチン接種センターの接種能力増強です。スライドをご覧ください。あの、まあ、今日の、県議会の審議、特にあの、関連の常任委員会でおそらくももちろんこういうの全部出てると思いますが、改めてご報告したいと思います。え、7月21日の定例会見において、経営のワクチン接種センターの接種能力増強について発表させていただきました。その後、医療人材の確保と、まあ、各種、 調整を行ってですね、本日増強にかかる予算について県議会の方にご議決をいただきましたそれを受けて改めてご説明をしたいと思いますまず検温センターに関してですが予診接種にかかる人員を増員することで1ブ数スあたり、えー、1日1500回となっているこの接種能力を最大1800回まで、えー、増強いたします 加えて G メッセ群馬を職域接種の会場として使用する群馬モデルの専用ブース。これについてですね、接種を行っていない時間帯等を県直営ブースとして活用いたします。こうしたことで稼働率の向上を図っていきたいと、こんなふうに考えています。次に東芒センターですが、会場として使用している小学校校舎に隣接する体育館がありますが、ここを新たにえまあ活用することでですね、 今、1150人、1日当たり1150人の接種能力というものを、最大2300回まで増強したいと考えています。これにより、両選と合わせて1日当たり平均1万1000回の接種体制を構築いたします。まあ、予算に関して議決もいただきましたので、これは可能な限り早期に実現できるよう、関係者のとの調整を進めてまいりたいと思います。 感染の拡大が続いておりますが、何度も申し上げているとおり、ワクチン接種の有効性は、本県の感染状況からも明らかだと、こんなふうに考えています。県としては、11月末までに希望するすべての県民へのワクチン接種を終えると、これ、地位としての目標として、会見の中で発表させていただきました。この地位として立てた目標、これを1日でも前倒しできるように、引き続き全力で頑張ってまいりたいと思います。 ついて若年層へのワクチン接種促進について申し上げたいと思います。スライドをご覧ください。ワクチン接種と感染者数のこれ比率です。スライドは年齢区分別の接種率と感染者数との比較を取りまとめました。注目していただきたいのは、ワクチン接種率の高い高齢者ほど感染者数が少ない。こう見てください。えー、ということで、 ワクチン接種率の低い、えー、若年層ほどこうあの感染者がこう多くなっていると、こういう点ですね、感染者数が高くなっているという点です。特に皆さん、ここ見ていただくと、ですね20代がよく多いということを分かっていただけると思います。もちろん重症化リスクに鑑み、まあ、高齢の方々から接種を進めてきたと、まあ、この方針はあこれで良かったと思いますけれども、おまあ、そこそれを考えると、 若い方々の接種率がまだ低いっていうのはある意味当然かなとも感じています。しかし、ながら今後はもう何度も強調しているように、いかに若い方々にワクチンを接種いただくかがあこの今の未だかつてない感染拡大を抑えるかられるかどうかの大きな鍵になってくると思います。菅総理もですね、今月末までに全国民の4割があ2回接種を終えることを 目標に掲げておられます本件は現状、まあ、まだ30%を超えたところですけども、まあ、特に若い方に対する接種をしっかり進めることでこの政府の目標をぜひクリアしてまいりたいと考えています一方国立精神センター NCNP の意識調査によるとワクチン接種を受けたくないと回答している年代があ男女ともに男女ともにですね15歳から39歳 えの方々の割合、約15%なんですけども、これが最多なんですね。で、受けたくないと、理由としてですね、副反応が心配だっていう方が74%いると、これが、この、受けたくない理由の最大のものだということがわかります。県全体の接種をさらに進めていくためには、こういう接種を順順している若い世代の方々へのワクチン接種が特に重要になってきます。こう、こうしたことから県では、 若い方々へのワクチン接種促進のための政策を実施することといたしました、えー、あのこれを紹介したいと思いますこのフリップですね若年層の方々へのワクチン接種、えー、促進策の内容をまとめたフリップですまあこれまでも県では20代30代の若い方へのワクチン接種を促進するために 県営ワクチン接種センターとか、職域団体接種の活用促進、市町村と連携した情報発信、ツイッターとかツルノスを活用した情報発信、こうしたことに取り組んでまいりました。今回この取り組みをさらに推進することに加えて、特に若い方々に対してワクチン接種の正しい知識と情報を持ってもらうと。これを目的として、ワクチンを接種した20代から30代の方に対するインセンティブ、 つまり、えー、接種の特典というものを導入することといたしました。具体的なインセンティブの中身は、スライドの通りです。ワクチンを2回接種された20代から30代の方を対象に、抽選で1名様に、スバルの車、XV、えー ですね、イメージですけども、くつと、これ1名様、100名の方々に県内旅行券5万円分、250名の方々に県内旅行券2万円分をお贈呈をさせていただきます。応募対象は、9月末までに2回の接種を終えた20代から30代の県民の方々です。すでに接種を受けた方、市町村や職域で接種を受けた方も対象とさせていただきます。 なお、実施方法の詳細については、本日の議会での審議を踏まえ、えー、しっかりと検討して、えー、進めてまいりたいと考えています。これは県のホームページ等でご確認ください。今日の、まあ、質疑でもですね、あの、防、まあ、派、まあ、共産党の方から、えー、この反対の理由についていろいろとお話があったんですけども、我々としてはですね、いろんな選択肢を実は議論しました。 え、いわゆる抽選というやり方がいいのか、やっぱり全員はぜ、あの、まああ、20代とか30代の全員を対象した施策がいいのか、例えば LINE のポイントとかですね、コンビニでの買い物の支援みたいな方がいいんじゃないかとか、いろんな選択肢をですね、議論したんです。でもですね、えー、まず、これ、タイムリーにやらないと意味がないと。これやっぱすぐにできるような施策じゃなければいけないこととかですね、あるいはなんかこう特典みたいなものが、 まあ簡単に現金に換金されるようなものじゃなければ、ない方がいいということとか、やっぱりですね、若者の,あの性質として、えー、行動範囲が広い、行動力があると、こういうことも踏まえて考えなければいけないということもありましたえ。さらにはですね、まあもしこういう特典を付与するんであれば、あまあ、改めてこの群馬県の魅力にも感じて魅力を感じてもらえるような、 そういう流れにもつなげて、え、行こうがいいんじゃないかという、あの、議論も、お、ありました。まあ、そうしたことをいろいろ考えた上で、タイムリーな形で、まあ、1000万円の予算、多い少ないいろいろ感覚あると思うんですけども、まあ、規模はそんなに大きくないんですけども、この1000万円の事業を迅速に実施することによって、え、若者の接種が高まるのであれば、やはりこの事業をやる、あの、価値があるんじゃないかという話になりました。 あの県庁職員の中でもですねいろいろ若い世代の方々の分析をやってですねえ抽選よりも若い人たちはあまあやっぱりみんな漏れなくっていうのがいいんじゃないかっていう人もいたしいやそれは抽選の方がいいっていう人もいたしコンビニの買い物って言ってもそのおこのぐらいの規模だったらみんなあんまり興味がないんじゃないかとかいろんなことをですねあのリサーチをした上で我々としてえこういう方針を 決めたということですなお本事業に際してはあ株式会社スバルの方から多大なるご協力をいただいています、えー、この場をお借りして感謝を申し上げたいというふうに思います、えー、この機会にですね全員多くの若い方にワクチン接種についての正しい知識と情報を持っていただいた上で、えー、接種をいただいてですね応募いただければと思いますこれはあの こういう事業を実施するだけではなくて、こうした機会を通じて、正しい知識と状況情報もですね、しっかり提供していくということも合わせてやっていきたいというふうに思っています。あの、このワクチン、いい若い世代のワクチン接種をこう促進をするっていう、この事業については、まあ、いろんな批判もあるということは、あの、十分、あの、お考えましたが、 ここはしっかり我々として方針を決めてやらなければいけないということで、もう一回言いますが、いろんな分析をした上で決めたということは、ぜひ県民の皆さんに分かっていただきたいというふうに思っています。さらに、本日の臨時議会ではですね、昨日の記者会見で発表した営業時間短縮要請の協力金、それから感染症対策事業継続支援金、 これについても議決をいただきました。こうしたことについては、もう全えこうした問題に絞れば、もう全会一致で県議会からも後押しをしていただいたということになります。あさって8日の日曜日からですね、まん延防止等重点措置の適用も開始されます。えーまあ、県として感染拡大をしっかり抑え込むとともに、度重なる時短要請等によって、疲弊している県内事業者の方々に対して、しっかりと支援をしていきたいと考えております。 私からは以上です皆さんから何かご質問があればお聞きしたいと思いますどうぞ古田さん日経新聞の古田ですまず幹事社から何点か質問させていただきますまず、えー、経営ワクチンセンターの、えー、接種能力増強に関する件なんですが以前の確か記事会見ではあの利用センターで8月中に何とか1万1000あ3000回ぐらいまで能力を高めたいという発表をされてたと思うんです 今回、1万1000という数字を出されておられますが、これはあの人材の確保状況などを見て、こちらの目標に改められたという理解でよろしいでしょうかじゃあ、大久保さんの方から、少し正確に説明をお願いします、はいはい、ワクチン接種推進局長です。えあの今お話しいただきましたとおり、県営センターにつきましては、まあ、過去にです、ね、能力拡大という話で、まあ、最大1万3000余というところのお話もさせていただきました。 あの実際にその医療人材の確保、あるいはその施設の確保等々を進める中で、ですね現状においては最大規模を1万1000という形に修正をさせていただいたものでございますこれ、古田さん、今の点ですけれども、われわれとしてもあの各都道府県で実施、今、開設されている大規模接種センターのデータ、あの一応分かる範囲でみんな、なんていうでしょうか、調べてみたんですが。 おそらくこのセンター、まあ、今、8000回ぐらい、8000回超えたぐらいですね、はいはい、なんですよね、でもですね、われわれが調べた感覚でいうと、全国でこの群馬の県温センターよりですね接種能力の高い会場ってないと思います、ですから1万1000回っていうのは、実はあの全国的に比較しても、非常にえ実は高い能力じゃないかなというふうに、位としてては考えていますあともう一点なんですが。 えとまあ、あの病床の、えーとまあ、コロナ向け患者の病床の使用率、かなり高まってきていますあの群馬の場合は、えー、全病床に占めるあのコ,ロナ向け、えー、コロナ患者向けの病床の割合というのは、かなりあの確保してきたとは思うんですが、さらにもう一段こう、えー、コロナ対策として病床を確保する必要性ですとか、まあ、そのお考えお持ちかどうか,なというか、それで生武藤さんの方から、ちょっと方針を説明していただけますか。 えっと、建国支部長でございます。えっ、ー、と、現在ですね、あの、コロナの患者の方の専用病床として、えっ、ー、と、群馬県では470床を用意させていただいています。本当にこれは昨年来ですね、えー、と少しずつ少しずつ、あの、各病院さんと交渉させていただきまして、確保させていただきました。えっ、ー、と、まあ、かなりあの、今、57%かな、かなり上がってきていて、で、逼迫感が出てきてるんですけれども、あのー、まあ、またそこ、これからの状況の中でですね、あのー、 しっかりと対応していかなければならないと。で、あの、なかなかこう、コロナの専用病床を増やすっていうことも、なかなかこれ、簡単なことではなくてですね、あの、本当にこう、感染症に対応できるようなあ、あの、スタッフでなければなりませんですし、あの、なんていしょうね、一床二床とかっていう形では、なかなか確保するのが難しくて、本当にこう、病棟を本当にこう、一つ潰すような形になっているとか、いろんなこう、制約もございます。まあ、あの、これから病床を増やしていくっていうことも、あの、 考えなければ、状況によっては考えなければなりませんけれども、あの、えっ、ー、と、幸いのところ、現在のところですね、本当にこう、入院が必要な方については、本当に治療術中にまた入院していただける状況が続いております。あの、これを我々としてはしっかりと守っていけるように、あのいろいろ様々な努力をしていきたいと思います。そういったことで今、医療関係者の皆様方とも、あの様々な意見交換とか調整をさせていただいております。あの、今の古田さんのおっしゃったことは、とても大事なことなんで、ちょっと私からも補足させていただくとですね、はい 随分前のことですが、まあ、全国の医師会の幹部のある方からですね、群馬県は非常に、その何て言うでしょうか、えー、真面目に病床数を、えー、新型コロナ向け病床数を積み上げてますねと、こういうですね、えー、ことを言っていただいたんですね。他の都道府県がいい加減だとはもちろん言ってません。でもですね、群馬県は今、武藤さんが言ったように、 健康福祉部がですね、一つ一つの医療機関と相当にちゃんと相談をして、病床を開ければいいってもんじゃないんで、えー、病床をあの確保するためには、そこに必要な医療人材も確保しなければいけないと。これはですね、武藤さんをはじめ健康福祉部の人たちが相当丁寧に相談をして、470まで積み上げてきたんですね。で、そのことを実は大変褒めていただきました。あの、で、病床を増やすのがいかに大変かというのを、まあ、 この間いろいろまた健康福祉部とか医療関係者の方々とお話をする中で私自身も感じてたんですけど、その中でも470まで持ってきたと。よく頑張っていただいたなと思うんですね。ただ、この過去の記者会見でも何度も申し上げた通りだいたい1日平均の新たな感染者数を20人未満に抑えると。さらには病床稼働率を 20%,、えっと、20台に抑えると。 そして病床を数を450にすると。こういう条件をしっかり整えることによって、例えば1日100ぐらいの、その、感染者が出るような波に襲われたとしてもですね、当面耐えられると。その間いろんな対応が取れる体制を作ってきたということを申し上げました。で、実際に、まあ、病床稼働率は一時は10%以下までいきましたんでね。ところが、あの、もう正直言いますが、 今回のその第5波の急激な伸びっていうのは我々の想定をはるかに超えてるんですよ。100人が続いてもなんとかしばらく持ちこたえられるっていうところが200人ですよね。でもすでに今日、えっと、120何人ですよね。ですから、あここはもう我々の政党をはるかに超えてるところがあります。で、もう一回言いますけど、今、お藤さんの方からもありましたが、病床数をこれ以上増やしていくっていうのは相当に大変です。相当無理して頑張ってきたんで。ただまあ全体の状況によっては、 えーまあ、入院する人の数を少しこう抑える、いろんな検討とか工夫も、まあ、何度かあのここでもご質問が出てますけれども、群馬県としてもそこら辺もやっぱり踏み込んで考えていかなければいけないし、必要があれば、可能ならばです、ね、そんな簡単じゃないけど、まあ、病床数のことも少しまた増やせるかどうかっていう検討はせざるをえない状況になってくるかなというふうに感じていますかかりました幹事社からは以上です。 どうぞ池田さん。え、東京新聞の池田です。よろしくお願いします。えー、あのー、県営の接種センターについてお尋ねです。今その、え、医療スタッフとですね、あ、増やしてですね、あの、まあ、増強するっていうふうに受け止めたんですが。大体今、なん、その一日あたりで結構なんですけど、何人から、今現状何人いて。はい、これこう、あのー、うん、再増やす、あ、ごめんなさい、あのー。 増員ってどれくらいをにこう人数なるようなイメージなんでしょうか。今日の確か臨時あの県議会の本会議でもその質問が出て答えたと思いますが。すません。あ、でも大久保さんの方からちょっと改めてじゃあ丁寧に少し答えてみてください。はい。えー、県営センターの増加の部分でございます。あのまあ当務のセンターの部分と。 県温の,のセンターの部分、それぞれ増加をいたしますけれども、県温、まあ、センターにつきましてはです、ね、大体いいそのブース、1ブースの接種レーンを増やしたりです、ね、それから群馬ブースのおー、まあ、有効活用を図りたりというところの、まあ、人数のお、まあ、新たな追加ということで、おおむね,ですね、まあ、140人程度、まあ、医師と看護師というところで、 ま統合に,につきましてはあの今校社で行ってます接種ブースそれから予診ブースをですね体育館で、まあ、同規模のブースを作るということでやっておりまして、まあ、医師については、えー、体育館全体で5名ですね、えー、看護師等についてはですね、えー、とちょっと正確な今数字がないんですが、まあ、十,数十数名またそこで必要になって まあその部分の,あの新たな確保ということで、今、調整をしているところでございます、はい、ありがとうございます知事、先ほどあと、時期についてなんですが、なるべく早くとおっしゃってましたが、おおむねいつぐらいというふうに考えてたらなるべく、の時期ですかえっとこの増員できる時期ですかね、えっとこの増員の時期、どうですかえ増,員増員の時期につきましては、ですね、まあ、本当にあの医師の確保ができ次第というところで、まあ今日はあの議決もいただきました。あのまあ何々調整も進めておりますので まあ、早ければ来週にもですね、できる部分から始めさせていただきたいというふうに思ってます。来週ぐらいですか。来週、はい、はい。ありがとうございます。あと、ごめえっと、あと若者のですね、インセンティブの件、ちょっとお尋ねです。あの、スバル社が、あの、出るってことなんですが、概ね、これはいくら相当なんでしょうか。かこれはいかがでしょうか。どなたに聞けばわかるのか。<laughs> おにがさん、わかります。<laughs> どうぞ。じゃ、け、あの、産経物件の方から。<laughs> はい、産業経済部長です、まあ、の今回です、ね、地元の地元のスバル様から、まあ、ご協力いただきまして、え車両1台をご提供いただけるということで、まあ、ここにある通おり、まあ、若者にも今、人気のスバル XV ま x v、まあ、これをご提供いただけるということで、あの内託いただいております。まあ、車両価格につきましては、あのまたあの販売との関係もあるので、私のほうから言うのもあれですけども、まあ、大体この XV ですと、えー、そうですね、まあ、270、80万。 300万弱というようなとこじゃないかなというふうに思いますすす車両価格って認識ででよねねそうしたあとの旅行券についてなんですが、これ、いつから使えるような旅行券なんでしょうか、コロナ終わってからですか、はい、これはの旅行券はです、ね、県の観光物産国際協会のああで、まあ、あの各旅館さんとのこう提携をしておりますので、そこでまあ幅広く使えるようなものを想定しております。 えーまあ、これ、ただあのやっぱり感染の時期もあるんで、ですね、まあ、それをちょっと見据えてということになりますので、まああのまあ、明確にはいつからというふうにまだちょっと申し上げられませんけども、まあ、感染が落ち着いた段階でというようなことで考えておりますこのインセンティブについてなんですけど、今日の県議会のですねあの臨,時あの臨時本会議の質疑の中でもね、なんかこう、県民を物で釣るのかとか、 あ,のあるいはその20代、30代だけやって、他はどうなのかみたいな議論があったんで、その点についてちょっと申し上げておきたいと思うんですけども、も、ま、の、あ、で釣るっていう、そういう言い方はちょっと適当じゃないと思うんですが、我々として、何が20代、30代の若者の方々にアピールして、結果として、ですね彼らの接種率を上げる方法として一番いいのかということをいろいろ議論した中で出てきたということなんですね。でこれ池田さんんご存じだと思うんですけども 一週間前ぐらいにアメリカのバイデン大統領がですね、あの、中央政府から各州に提供している資金を使って、えー、コロナのワクチン接種を受けている人に一人当たり100ドルを出してほしいと呼びかけたんですよ。もう決定するのはあそれぞれの各州だと思うんですけども、で、それはなんでかっていうとですね、いろいろとあの、昨日資料を読んでたんですが、やはりこれまでの州の取り組みとかですね、企業の取り組みのデータから考えると、やはりその、なんて言んでしょうか。 そういうメリット、金銭的なメリットがあるっていうことが最も有効だと、そういう分析からやってるんであって、我々としては、あの、とにかく20代、30代の方々の接種率を上げるために何がいいかっていう観点からこれが出てきたっていうことがあります。それからですね、なぜ20代、30代だけなのかっていうのは必ず出てくると思うんですけども、20代、30代の方々が一番やっぱり接種率が低くて、 この間でかなり急激な感染拡大が広がっているということが事実としてあるわけですよね。で、ここがもし下がればですね、それは県民全体にひ益すると、つまりあの20代、30代の方々の接種率が高まって、えー、感染が早く抑えられれば、それだけ経済が早く再開できるんで、これは県民全体にひ益すると。 いうことなので、まあ、そのことはちょっと、なかなか県議会では私の方から直接、まあ、あの委員会などでやってるかもしれませんけれども、あのおあの答弁する機会もなかったので、それだけはちょっと誤解のないように申し上げておきたいと思います今、知事おっしゃってました、これは,は20代、30代だけということです、ねはい、それ絞ってやらないと意味がないと思いいますはい、分かりました、はい。どうぞ中村さん えと読売新聞の中村です,すま、えー、と今、話していただいたインセンティブの関係で、ちょっとあの、えー、似たような話でお聞きしたいんですけれども、はい、あの確かにあの今日の見解の委員会とかを聞いていると、まあそのまあ、こういったものをこう前面に出すよりも、あのより何でしょうこのワクチンの効果だとか、副反応とかのこう理解が先決ではないかみたいなあの話が出てまして。 あのこのスライドにあのまあ接種に関する正しい知識を持ってもらうためにっていうのがあるんですけれども、こことあのえっ、ー、と特典とこの知識はどういうふうに繋がってくるか、はい。なるほど。いいですか。どう連動させるかという。はい、えー。今のご質問ですけれども、あのもとこの事業をやるという部分はやっぱり一番はですね正しい情報を若者の方に。 あの理解していただきたいとで、まあ、そのためにはこういう特典を踏まえた、えー、ものをよご用意させていただいて、あの理解した上で接種を進めようという形になってます。で、あのまずはですね。正しいものを理解していただく、その入り口があってまあ、こちらの特典のまあ、ご応募につなげていきたいというふうに思ってますので、あのこれは今あの組み立てを検討しているところです。けれども、例えばスマホで。 申し込むにあたってもですね最初にこのワクチンの情報をちゃんと確認いただいてあるいはその情報に対して理解を高めるような検証をしたあ上,上で応募ホームに進んでいただくとかです、ね、何かしらそういう工夫をしながらですねそのご興味を持っていただいた方が、まあ、しっかりと正しい情報をつかんでいただくような工夫をしてあの事業を進めてまいりたいというふうに思っています今、中村さんおっしゃったように 確かにやはりあの若い方々にワクチンの効果とか、えーまあ、まずワクチン接種についての正しい、えー、知識を持っていただくと。つまり副反応はおそらくかなりの方々に出るけども、それでも数日間でほとんど、まあ、これは消滅するということも含めて、えー、よくまず正しい知識を提供し、まあ、ワクチンを打っていただくことでどんな良いことがあるかということを、まあ、ご自身のことも含めて話さなきゃいけないと思うんですね。ただ、 やっぱり、ね、ああらゆることをやらなきゃいけないと思うんですよ。それだけだったら多分足りないんですね。だからこうしたことも含めて、まあ、総合的に、えー、アプローチをしていかなきゃいけないというふうに思っています。例えばね、こうやって毎回の会見で、えー、ほら、あの、多く感染、例えば県内で、えー、出た感染者の感染っていうかクラスターの例みたいなのを発表してますよね。で、こうやって、あの、こんな大変なことになるんですよみたいにね。 例えば、その、なんて言うでしょうか、若い方、20代か30代の方が、ああのワクチン未接種のために、なんだったために感染して、えー、かなりあの苦労されたみたいな、例えばエピソードをしっかり紹介してっていうのを考えたんですが、やっぱり人間って、なんて言うでしょうかね、大変だぞっていうだけだとなかなか反応しないと。あの、お若村さん、テッドをご覧になってると思うんですけど、最近、1年ぐらいで私がいろんなテッドを見てるんですけど、いいなと思ったのは、イスラエルの、 女性の心理学者が人間の行動っていうものは恐怖では動かないっていうプレゼンやっててこれ非常に参考になりましたリーマンの時とかだからやっぱりねこんなひどい大変なことがあるんですっていうだけじゃなくてやっぱりもういろんなアプローチでこんないいことがあるんですとアメリカはだから金銭的なある意味で言うとメリットみたいなのが一番効果があるっていうことでやってるんで我々もその一環としてこれをやるっていうことですであの 実は市町村とかでは多分こういうことやってるんだと思うんですよね。おそらくあの調べればやってると思います。ただ都道府県で多分やってるところはないですから、そういう意味で言うと、あの他と違うことをやってるんで、批判されることはもうあると思いますが、我々としていろいろ考えた上で、この1000万円っていうですね、今度の補正予算の中ではそんな大きな額ではないんですけども、ありとあらゆることの中にこれをやってみようということなので、今日、推移の中でぜひやらせてほしいと申し上げたということです。 はい、すみません、あの我々もこれやるにあたって、少しですね全国の状況を調べてみました。まあ、あの知事がおっしゃるように、ですね基本的にまあ市町村単位で全国に行くとかの事例がございます。あ,の、まあ、ある県の町では、です、ねまあ、1回1000円の商品券、これをまあ計2回お出しするとかですね、あのそういったことをやっているところもございます。それから都道府県県レベルなんんでですすけども一点山梨県さんがですねあの えー、なんか買い物を利用してスーパーセントの割引があるみたいなあの群馬県版のそのグチョキパスポート的な割引をですねこれを活用するというところが一件やられてるかなという情報が入っております以上ですまあこれやるにあたってはどんな効果があったかっていうのはよく研修して次に生かしたいと思いますあわかりましたえっ、ー、とあれですね申し込み地にあまだ検討中なんですね申し込み時にえっ、ー、とそういう情報を伝えるみたいな部分は はい、検討中と言い,います。えあのー、まあ応募の、まあスマホの画面はそういうものをですね。ぜひ、あの、入れた上で、あの、応募要領、応募フォームを作っていきたいというふうに考えております。分かりました。ありがとうございます。どうぞ、みずみさん。群馬テレビのみずみです。 今のあの特典に関してなんですけれども、全国の事例教えていただきましたけれども、その商品券であるとか割引券、それはあの全国の事例では年代を区切ってあの特典をつけている都道府県市町村はあるんでしょうか。どうでしょうか。はい。えっ、ー、とですね、えー、細かい部分はですね、すみません、ちょっと今確認が取れておりません。あの、えー、そうですね、あの年齢によって で、えー、対象外ということで、えー、設けているかどうかちょっとすいません確認がすて取れてないんで申し訳ありませんそれちょっと大事なことだから、はい、我々にとっても有用な情報なんで確認してお知らせしますはい、はい、ありがとうございますあと話が変わりますけれども先日もお伺いしたあの医療提供体制についてですあの先日会見の時にお話を聞いた後にあの政府の方針が修正されて 中等症の人も原則入院とといいいいうふうううふふにに変更されたというふうに聞いていますあの方針がそのように二点三点することについて知事はどのように受け止めていらっしゃいますか、うんまああの。何度も申し上げているとおり今まで経験したことのない事態なのでいろいろこうなんて何て言うんでしょうか少しこう方針が少し変わるっていうことはやむを得ないのかなと政府もいろいろと苦労しながらやっておられるんじゃないかなというのが私の感想です。 そのまあ、方針が変わりましたけれども、いずれにしてもこの感染状況が続けば、まあ、病院も宿泊療養施設もいずれいっぱいになってしまう時が来てしまうのかなと思うんですが、先ほどもお話ありましたけれども、群馬県にとってそのベストな選択、こういうふうにこう振り分けていこうですとか、そういったことはいつ頃までにこうお示しになりたいというようなことありますはい、あのそれはまだいつまでに示せるかっていうのは分かんないんですけど、議論はもう始めようと思います。あの今の状状況でいうとこれだけ病状化動率が上が上ってきてきますから この病床稼働率の,この異常なあ上昇を抑えるための様々な対策は群馬県として考えていかなければいけないというふうに思っています。あの、確か水見さんの質問について、もう昨日か一昨日か言った思いがあるんですけど、例えば療養施設をもうちょっと活用するとか、まあ入院の,おあの基準もいろいろと考えるとか、えー、いうことはやっぱり群馬県もいろいろ考えていかなければいけないと思います。ただ、いずれにせよ、な、え、ん、ー、て言うんでしょうか、入院が必要な方々は しっかり入院できるような体制っていうものは常に整えていかなきゃいけないなかなと、これがまあプレゼンだと思います。あの先日もその療養施設を活用っていうあのお答えされてたかと思うんですけれども、あの今あるものを活用するっていうことですか、それともあの増増設するようなイメージもあるんでしょうか。はい、あのこれ武藤さんにまた必要があればですけれども、今多分1300ぐらいですよね。で、えー、っと現時点でどのくらい埋まっているのか、あのでだいたいこう状況に応じて だんだんこう再稼働、あの、なんていう、なんていうんでしょうか。宿泊療養施設を稼働させていくっていう状況なんで。ちょっと今の流れだけ説明させていただきます。はい、健康福祉部長でございます。えっと、先ほど知事の、あの、冒頭のプレゼンテーションにもございましたが。えっと、今、宿泊療養施設はですね、270人の方がご利用されています。で、えっと、今日またですね、新しく、あの。三棟目の方もオ、無事オープンすることができまして、かなり、あの。 そこに入っていただける方も増えるんかなというふうに思っております。で、そこでのですね、いわゆるホテルでの、なんていうんでしょうかね、より多くの方にホテルを使っていただけるといいますか、そこでのキャパシティを増やしていくとか、新しいホテルを開発するというよりも、すでに1300室分はありますので、そこでの内容をより充実していくようなイメージを持っていただければと思います。かりりままししたたあがとうござい どうぞ,、はい、ぞ FM 原です、えっと、インセンティブの関係でいくつかちょっと確認させていただきたいんですけれども、あの先ほど知事も少し触れたかと思うんですけれども、換金対策みたいなものはされているという認識でよろしいんですかね、どうぞ大久保局長の方からお願いします、はい すみません、はい、あのインセンティブについては、ですね、まあ、安易に換金できないものという観点からも、今回の商品を選んでおりますので、まあ、そういった部分で換金対策をしていきたいというふうに思っておりますで、えー、とあともう1点なんですけれども、えー、と現状、予定されている応募方法などと、あとそもそもこれをやってるっていうふうなあの広報が必要になるかなと思うんですけれども、その方法とかがあれば教えてくださいはい。 今、想定しておりますのは、LINE 等によるですねあの申し込みを考えております、今、そのためのシステムについて検討を始めているというところです。当然、周知の方法なので、県の群馬の県の LINE の窓口等々がございますので、そういったところからの周知でありますとか、当然、その他いろいろ SNS 媒体を使った周知ということで進めてまいりたいというふうに思っております。 基本的にはその SNS 等を使って発信するっていうイメージでよろしいんですか、ね、はい、まあ、あのそういうところで中心的にはやっていきたいと、ただ、あの市町村さんの接種会場、まあ、市町村さんでの接種というところも対象にしますので、あの市町村さんにも広くですねあのご案内をして、PR の方もあも一緒にお願いしていきたいというふうに思ってますわかりました、ありがとうございますどうぞ、石山さん。 えー、情報新聞の西山です、えー、と何回か前の会見でこれだけこう新規の患者さんが増えてくると、まあ、そちらの,その医療提供をしなきゃいけないのでそのワクチン接種の方 お話をされていいたかと思います先ほどその、えーと、ワクチン接種センターの能力の増強の話で、えー、その1万3000というふうに言ってたの、まあ1万1000というふうにえ修正されて、でえー、とそのまあ背景として、人材とか施設っていうようなことをおっしゃってたんですけれども、この人材の部分で、そういったこう今回、新規感染者があのかなりのペースで増えているということが影響しているのかどうか、その辺はいかがでしょうか。意外でしょうかはい もともと、検疫、まあね、センター、まあ、かなりの人数をあのご協力お願いして動かしてますので、まあ、こういうコロナ禍の中で,です、ね、まあ、本当に無理して、あの病院をはじめです、ねあの、各団体からあの提供をいただいております。あの今現在で,です、ね、今まで予定していただいたあの医師、医療機関の方が、まあ、コロナのこういった感染増加に伴って、 ちょっとお手伝いできなくなったという部分の話はあのまでいただいておりません。あの引き続きご協力をいただいているという部分であのお話をいただいております。あのまあ、ただ増強しようとする感じですね。元々もともとうギリギリの形で各医療機関さんから出していただいた、まあ、プラスアルファの部分というのはですね、やはりさらに大変になってくるというところでございます。まあ、そういった意味も含めまして、まあ、少し全体の接種き能力については。 少し若干、あの、修正をさせていただきましたけれども、あの、すいません。先ほど、東京新聞の池田さんの方で、あの、答えさせていただきまして、新たな医療人材の数ですね。ちょっと修正をさせていただきまして、検温ととも合わせて、医療人材が72名ということになります。すみません。この72名という医療人材をですね、今確保につけて、あの、検温については、おむねの目どが立ったという状況でございます。 ごめんなさい。ありがとうございます。あと、えっ、ー、とデルタ株のえ割合があの80。 えでしたかねっていうふうに先ほどあのスライドでもあったかと思うんですけれどもでえとそれはその新しい感染者にえ対してスクリーニング検査をした結果えまあ8割だったということだと思うんですけれどもそのえとスクリーニング検査の割合がまああの国の方もそうですし県の方も4割を目標にやってらっしゃるかと思うんですがえと最近の,あの県のホームページを見ると割合が大体20%ぐらいになってるのかなというふうに思ってましてえその目標の4割には到達してないかと思す。 思うんですけれども、こちらもその新規感染者の数のその急増が影響しているのか、まあそうだとしたらその今後、えー、その4割を目指して何か対策をするのか、うん、その辺のお考えを聞かせげください。どうぞ、はいかがでしょうか、はい。えっ、ー、と建国支部長でございます。えっ、ー、と直近のですね、あの直近の一週間におきましてはそのえっ、ー、と。 新規感染者の方の中で、えっと、検査をできた方が大体23%ぐらいでございました。まあ、目標は40%トというのがございますので、えっと、それに向けてやっていくんですけども、やはりかなり数が急激に増えてしまったということもございまして、えっと、すぐに追いついてないところがございます。で、あの、いろいろ考えておりますのは、本当にこう、あの、例えば宿泊療養施設で、えー、療養していただいている方のご協力をいただいてですね、あの、ご検体を、 検査させていただくとか、いろいろちょっとあの方法はかあの保健所ともいろいろ相談しながら考えているところでございまして、えっと、しっかりとこれ、検査率の方は高めていきたいなというふうに考えております。わかりました。ありがとうございます。他によろしいですかどうぞ、千野さん。 すいません毎日新聞の性能ですあのインセンティブのことについてちょっと伺いたいんですけれどもあの今回インセンティブの補正予算の1000万円はあの少なくとも支出金から、えっと、使われるあの財源を捻出されると思うんですが今回インセンティブを始めるにあたって例えば厚労省とかとのなんか国との協議とかでどのようなこう反応があったとかっていうのはなんかこう反対の反応だったりするのはあったんでしょうか インセンティブをやる,やるにあたって、国となんか協議したりとかはし、まあ、国とは協議してませんが、はいまあ、なんとなく意見交換をする機会はありました、はい、それはそれで一つの考え方ではないかなということをおっしゃってた政府関係者もいましたあ特に別に何かこれをすることにはは反対とかはなあまりの時なんないえ、少なくとも私がその接触をした政府関係者で、えー、これはよくないといった方はい,ないませんでした、むしろ、まあ、これはこれ、一つの考え方であって。 えー、群馬県がそういうことをやるんであれば、ぜひ状況をちょっと見てみたいと。いう感じの反応でした。あ、わかりました。大丈夫です。ありがとうございます、はい。よろしいでしょうか。あ、どうぞ。はい、ありがとうございます。すみません。縄文新聞です。ちょっと一点お尋ねします。あの副反応についてなんですけれども。先ほど、あの知事も言及されてましたけれども、やっぱりこう若い世代にワクチンが普及。 していいかないその障壁としてはやっぱりその副反応への懸念とか不安がやっぱりあるかと思いますでそういう意味でですねあの不安の払拭という意味で、えーまあ、県民がですねどういうふうに副反応のリスクを正しくこう理解するかっていうのはとても大重要だと思うんですけれどもあの県としてですね副反応の症状をこう、まあ、直通のそのコロナクチンダイヤルとかもあるかと思うんですけれどもその まあ、県民の5割が1回目接種して、まあ、2回目約3割が接種している中で、ですねどれぐらい副反応が出てるかみたいな、その把握っていうのは、どれぐらいされてるんでしょうかというお尋ねです、はい、まず一つ目の,その、県民の皆さんに、特に若い世代の方々が副反応を心配して、接種率が上がらないっていうのもありますから。 君の皆さんに副反応についての正しい理解をしていただくっていう意味で言うと、まあ、例えば今日の記者会見もそうですけども、こういう場所でまずできる限り伝えると。県のホームページ等々でも使えると。それからせっかく群馬県にはツルノスがあるので、これはしっかり動画も作ると。まあもう始めてるかもしれませんが、動画みたいなものでも、まあ、何て言うんでしょうか。えー、理解を促進するためにですね、動画みたいなものも活用すると。こういうことはしっかりやっていきたいと思います。で、それじゃあ、あの、2番目の。 すみません。あのどうぞ。はい。えっ、ー、と鶴の巣今動画のお話が出ました。あの実際も鶴の巣でですね、その副反応の動画というのはあの放送しております。それからあのご各国語でですね、やっぱり副反応に対する情報発信というのをさせていただいております。はい。あとうございまもう一つ。<そ>はい。あの例えばですけど、そのどういうふうにこうどれぐらいの まあ今5割、県民の5割ぐらいが打ってる中で、どれぐらいの方にこうワクチンの副反応、高熱とかを含めて、そういったが出ているのかという部分についてはいかすか、はいはい、あのー、副反応の出方はさまざまでして、あのー、大抵の方は、ですね、まああのー、県営センターでもそのモデルナを打ってますけれども、あのー、身近な周りの方でもやっぱり打ってから、ですね相当時間たってから、やっぱり腫れだとか、 熱がが出てくるとといいうところが報告をいただいておりますただその人数についてはですねあの全て報告いただいている状況ではございませんので正確なあの数というのは把握をしておりません。検温、まあ、センターではまあ救護室を設けておりますので要は観察時間の中で,です、ね、例えば救護室を利用された方というところはあの数字を持っておるんですけども、えー、全体で20万4000人余の 利用に対してですね。救護室利用が1400人という割合の利用でございます。で、あの担当の、はい？担当のあの救護室の医師の方にお聞きしますと。とまあ、全てがその副反応に起因するものではないんでゃないかというような報告も受けております。 えーとなお今あの国からの情報提供を受けた副反応の疑い事例ということで、えー、これはあの8月5日までで、まあ、県内で合計282人という,う、統計上の数字は、県の方にご報告をいただいておりますそれは282人というのは、厚労省からの数字とということです報告を見てきた。はいはい 282人のこう、まあ、症状の内訳みたいなのって分かりますか、で、まあ、ででもいいんですけどえ、あのー、この中で282人のうち、ですね重い症状、えーまあ、入院をされている方が30名、まあ、入院はしないで、まあ、重い症状が出た方が12名、まあ、その他が224名、うんえー、こういう内訳になってございます。うん、あの副反応は、うん まあ出るケースが多いとね思ったよりも、それは国の多分分析でもそうだと思うんですけども、それはまずしっかりあの理解をしていただいて、大久保さんが言ったように、大多数の方々は、数日間経てばこれ、よくなるということもお伝えをし、あとですね、副反応で熱が出るとか、そういうことがあったとしても、メリットの方がずっと大きいと、やっぱりワクチン接種の方のメリットの方がずっと大きいと、こういうことを伝えることも大事だと思ってますかりました、はい、ありがとうございます。 1> 1点先ほどの三住さんの他県のインセンティブ事例ですね、まあ、我々があの掴んでいる事例とすると、ですね6例ほど、えー、掴んでおりますで、年齢による制限をしているかと、あの今、確認をですねそれぞれ、まあ、ネット等でしたところ、まあ、年齢要件を制限しているところは、まあ、見当たらないという回答でございます。はい よろしいでしょうかお金ありますかえで、なければですね、あの、まあ、恒例になりましたけども、あの知事の、えー、県民の皆さんに対するメッセージの時間にさせていただきたいというふうに思っています。えー、県民の皆さんに、昨日の臨時会見でもお話をさせていただきましたが、今日の会見でも改めてご説明したとおり、今回第5波の、えー、感染者の急増というものは、 桁外れだと思います我々の想定をはるかに超えるまあ危機的な状況だと思っていますえ今日の会見でもまあ今日の質疑でも申し上げたんですけども県民の皆様にはさらなるご負担とご不便をおかけしますがここはですね、えー、ぜひ蔓延防止措置を取らなければいけないという事情もご理解をいただいて、えー、ぜひですねご協力をいただければというふうに考えておりますあの何度もこれも申し上げているんですが 今のその第5波、今まで考えられなかったような、まあ、大きな波ですけども、これを抑えるためにはですね、やはりワクチン接種を進めていくことが不可欠だというふうに考えています。特に大事なのは、今日の会見でもありましたが、ワクチン接種率の低い20代、30代の方々、こうした方々が、まあ、この方々のせいだと言うつもりはないんですけども、まあ、データとして言うとですね、えー、感染の中心になっています。もう 5割6割はここら辺の方々でしかもこの世代の皆さんのその接種率が2割以下だったりするわけなんでやはり若い世代の方々にですね、えー、一刻も早くワクチン接種をしていただくということがあとても大事だというふうに思っています県オウドセンター2つ今稼働しておりますけれども、まあ、稼働率も高いんですが少なくとも接種券を持っている方はですねどんどんあのここで受けられることになっておりますのでぜひあの、まあ、県民の皆さん あのもちろんですけども特に若い世代の方々まだワクチン未接種の方が多いわけですからこの検温センターも活用しもちろん地域の医療機関でもいいんですけども2回の接種をですね是非、えー、できるだけ早くやっていただければというふうに考えております。あの副反応は今日ももちょっっと色々と論になってまますすけどもありますが これは数日間で大抵の場合はこれは解消すると。で、検温センターでやる場合には何かあった時にはしっかりとですね、これをサポートする医療体制も整っているということも申し上げたいと思います。それからあ、今日の県議会の議論、あるいは常任委員会、関連の常任委員会でもいろいろと議論が出たそうなんですけども、先ほどご説明をした20代、30代の方を対象としたですね、ワクチン接種のインセンティブを付与する政策、まあ、旅行券とか、 1>, まあ1名の方には、スバルの車っていうことなんですけども、これについてもですね、ぜひですね、こういうこともしっかり踏まえていただいて、もしこれをご覧になっている若い方がいれば、仲間の皆さんにも伝えていただいてですね、ぜひ接種を受けていただいて、こういうインセンティブの何て言うんでうか、事業にもご参加をいただければというふうに思っております。今週末に、えー 全人口に対する、県民の全国人口に対する1回目の接種率が5割に達します。えーまあ、あの今のところ、えー、群馬県の接種率は先ほど申し上げたとおり、全国でもかなり早く進んでおりますしいつもいつも皆さんに言っているとおりですね、えー、感染拡大のリスクというのは人口の多い、経済規模の多いところが高いですね。そういうことから考えると、 首都圏にあって、東京の影響も受けやすい、この群馬県が関東、首都圏でですね、えー、最も高い接種率を維持しているということは、いつか必ず皆さんこれはですね、どこかで大きな意味を持つと考えています。あのー、今、ほぼ50%近くまで来てますけども、今日も最新のデータを見てきましたが、関東圏の都道府県と比べると、 10ポイント近く群馬県が進んでいます。これをとにかく進めるということはですね、一番の鍵だというふうに思っています。まん延防止対策に沿って、これから感染対策を徹底をしていただくということに加えてですね、ぜひもう一回言いますが、ワクチン接種を積極的にご検討いただくようにお願いをしたいと思います。最後に申し上げますが、今日の会見はですね、議会の方で今回の補正予算、特にまん延防止措置を あの実施するために必要な予算、それから県営センターの能力を増強するために必要な予算、今言ったインセンティブに関する予算、まあ、こういう関連の予算を県議会でしっかり議論していただいて、議決をしていただいたでとで、まあ、会見を開かせていただきました、あの県議会の方ではでは、ね、非常に突っ込んだいい議論をしていただいたと思います。本会議の方は知事ががししっかり出てて答弁もさせていたただきましたが 常任委員会の議論もですね、関係の部長からみんなご報告を受けました。まあそうした、やはりあの、県議会での議論というのもしっかり頭に置いた上でですね、まあこれからインセンティブの政策もどう実施していくかという中で、えー、まあ県議会のご意見もいろいろ反映させてえいければというふうに思っています。あの、今日の補正予算はですね、えー、まあ、大多数の皆さんに賛成をしていただきました。あの、ある会派、お二人の県議はまあ反対をされたわけですけども、これは、 ああ、あくまでもこのインセンティブに関する政策に異論があるということで反対をされたわけであってですね、まん延防止を実施することとか、えー、あるいはその経営センターを増強するということについてはもう全会一致で県議会の後押しもいただいています。あの、知と県議会はもちろん健全な緊張関係の中でもちろん進んでいくわけですが、これは県民の皆さんに分かっていただきたいと思いますけども、群馬県知理としていろんな対策をですね、前風呂に実施できているのは、 ここは県議会との信頼関係があって、県議会の後押しがあるから、議決があるから、しっかりと予算を執行できているということは、重ねてこれはですね、県民の皆さんにお伝えをしておきたいと思います。大変厳しい状況です。来週末の前に、あ最悪の場合、本当にあの、医療逼迫の事態を迎える可能性もありますので、まあ、これを防ぐために、まん延防止措置を徹底的に活用していきたいと思いますので、ぜひ皆さん、えー、今の状況が非常に深刻だという、 ご認識を新たにしていただいて、えー、ご協力ご理解をお願いをしたいと思います。記者の皆さんにはこのところ、いろいろとその展開が急だったもんですから、臨時会見2回、えー、あるいはまた今日また定例会見ということですが、今日も最後までお付き合いいただきまして、えー、ありがとうございました。これにて定例会見を終わらせていただきたいと思います。